次の寒という関係もあるので詳しくは述べられませんけれども、一応4と断罪をした4枚や、あるいは皆さん本日は雨の中お疲れ様です。旗をご覧になればわかると思いますけれども、京都に続いて4度目の国を断罪しました。そして区域外避難者への賠償を命じました。これから、弁護団の代表も来てですね、詳しい内容と話すと思いますが、本日は本当にこのような判決が出たということで、お集まりいただきありがとうございます。今日ようやく判決にこぎつけることができました。内容としては、進んだと言いますか、なんかもろ手を挙げて喜べるというわけではないですけれども、でもやはり私たちがこう主張してきたことを、かなり多く、認めてもらいまして、でそして特に国の責任ですね、これ私たちとしては本当にそこはとても重視していたところで、国策として進めてきた原子力政策、それでその結果起きた原発事故ですから、やはり国にしっかり責任を、取らせなければいけないと思っていたわけです。まあ、そこが、これで 4度目ですね、この、判決として出てきたものとしては、そこは、しっかり国の、責任が認められたということが、もうとても私たちとしては、嬉しいと言いますか、ようやくこういう形で出てきたと、でそして今までの、国の何て言うんですかね、この、加害者としての立場ではなくて、なんか社会的責任っていうような感じでのこの被害者に対する、まあ、支援と言ってますけどね、そういう形ではなくて、やはりこの、加害責任が明確になってるわけですから、これこの先争う、まだまだ争うみたいなことはしてもらいたくないですもん、本当に、これだけはっきりしていて、でそして、被害者もたくさんいて、まあ、被害者苦しんでるわけですね。ですのでしっかり国が加害者だということを自覚をしてもらって、で加害責任に基づいた、賠償的な施策をしっかり国にはやってもらいたい、それを行うための、いい判決になったと、私は、思っています。でそれから東京訴訟は、区域外避難者が、ほとんどの、原告ほとんどのわけですけれども、この区域外避難者、多くはですね、このなんか偽避難者のような、本当に避難者なのか、社会的には世間的には見られていたり、あとこれは自分たちの中でも、まあ、私は科学者ですので、その科学的にこれだけの、汚染被害が生じているのに非難して当然だと思ってますけれども、やはり、放射能のことって調べないとよく分かりにくいので、そうすると、子供を守るために当然の判断をした母親が、その子供を非難させたことをですね、親族とか、場合によっては家族から、そんなことする必要がなかったんじゃないかみたいなことを言われて、でもう常にその避難してよかったのか、やりすぎだったのかみたいなことでこう逡巡してしまっているような、ね、方が多い中で、この、被害をしっかり認めた、判決として認められたということは、とても大きいことだと思います。まあ、特にその区域外なんかでは、まあ、そもそもの、賠償は、本当に非常に低額でしたし、あとそれから、住宅に関しても去年の3月で打ち切られてしまいまして、もう本当に、区域外避難者は、いろいろな意味で金銭的にも精神的にも追い詰められていたところで、ここで司法がどう判断してするのかというところはもう本当に、注目していたところであったわけですけども、やはり
ここで被害者として認められた、国と東電が加害者でその被害者なんだということがはっきりしたということは、この原告、避難者特にその区域外という点でいろいろこの、正当性といいますかね、なんで避難しなきゃいけなかったのかということをそのお母さん方はどうやってあの親族とか避難元の人に説明しなきゃいけないのか常に説明を求められていたわけですけれども、これであの司法の判断が下りたということで、そこの点があのクリアになったということで、あのとてもそこはあの歓迎できるところだと思っています。この間もう、5つの集団訴訟の判決が出ていて4つで国等での責任が認められているという状況の中で、やはりあの賠償問題、当然これは、今までの考え方を改めていただきたいというふうに思ってますし、さらに言えばあの責任があるということであればその責任に基づいてきちんとした諸施策、金銭の問題だけでないさまざまな施策というのがあると思います。それについてしっかり取り組んでいただきたい、やって進めていただきたい、そういう意味では加害責任を前提とした立法等も必要であると思っています。この7年間何もしほとんどそういうことが十分に行われてこなかったこと自体がおかしいわけで、今からでも遅くはないのでその点についてやはりしっかりやっていただきたいなというふうに思っております。